微生物は魔法使いなんですよ。それをいろんな分野で利用してもらうっていうのが非常に大切なことになりますね。日本の酒から味噌から醤油、みりん、焼酎、そういうものにとって、必ず必要になってくるもの、それが麹菌です。カビが7万種類あるうちね、たった3種類、4種類の菌を駆使して日本のこの食文化を成り立たせていると。驚くべきことなんですよね。一番大切なのは何かといったら美味しいことです。日本酒を作る過程というのは要は生き物を育てるものと全く一緒だと思いますので、そこで、作り手さんがお酒に対して、思いをこう伝えながら仕込んでいくというのが大切なことなんじゃないかなと。いやー、毎年が、反省の年ですね。40年間やってもたかが40回ということですね、はい。発酵食品というのは僕にとっては夢の食べ物じゃないかな。発酵食品の魅力を全世界の人に伝えるという、そういったことが夢です。